低気圧の大きな雨雲のごく一部で雪があるんですね。じゃあこの低気圧がもっと北上したらどうなるかと言いますと、低気圧自体暖かい空気持ってますから、はい、北上すると寒気を逆に持ち上げてしまうので、ね、そうすると今度雨になるんですよ、降っても寒気が。ちょうどこの寒気が関東に入っていて、しかも低気圧の雨雲が